今ワクワクしてます本当に何かできることありませんかそんな声いただく時は素晴らしい、えー、合格ですえー、ナンバーワン視聴者っていうことですね結構です雑談生配信スタート今日はね20万人登録者達成直後の生配信ということでえー、見てる人全員ね5万円スパチャーの方が 来るんじゃなないかなと思ってて今ワワクワクしてます本当にやっぱりあの2年前にね本格的に始めて登録者100人ぐらいのが半年ぐらい続いた中でそっから約2年で20万人もう大変素晴らしいことだよなだからやっぱあのー、5万円だよねやっぱりそのファンの人に私たちに何かできることありませんか そんな声いただくときは5万円だよと <laughs> これからも言っていきたいですけども早速波乱ゲリラ豪雨さんが「おめえ」っていうのをえと800円でよこしてきてますんでクビね20万のタイミングでクビな本当にお前は氏真七光さんが「5万円はまだ早くない?」って言ってるけどいやいや5万円に早いも遅いもないよただ欲しいだけなんだから。 20万が適切とは思ってないんだ。え、相馬さんが800円でおめでとうございます。な,なんで800円が相場になってんだよ。まあ、あれか。500円だと800円になるってことか。そういうことだなえ。まあでも20万人達成ってことで、20万人、やっぱ10万人とかさ、あの、今1万、もしくは5万、9万、10万、で、12万とか13、15ぐらいまでちょっと安ピンとこないけど、 やっぱ20万だとちょっとなんだろうね10の位が20万うん20万だとあ20万だなっていう感じがすごいす俺はした <laughs> ちょっとね意外に思われるかもしれないけどこれはやっぱ20だとなんかちょっと気持ちねやっぱそれはおっとは思うよねうんその割にはねなんか「おめでとう」みたいな言葉がなんか SNS で飛び交うかと思ったら全然だったから びっくりしたけどね800円でおめえってレピーマラさんも言ってるけれどもまあまだまだ通過点とリズ大好きさんが言ってるけどまあこれはそうだなうん実際はその何も嬉しくないもんな別に20万いったところでなそこはあるけどまあまあ一応なうんかぼちゃんさんもおめでとうございますこれだけしかできない800円マウキツさんが500円で5万円 相馬、えー、さんが3200でいつもくらいのスパチャしかできませんがさすがに2回目なのでこのくらいしか出せないです50万人の時お祝いさせてくださいまあこれでいいね50万人の時にこの相馬ってやつ5万入れてこなかったらお前本当にチャンネルを初めて本人がバンするからなでそのバンした事実に食らって頭おかしくなっちゃうからなわけわかんない自家発電してやろうから覚えとけよおもなしバフムリさんも800円でおめでとうっていうことで まままあまあまあねおめでとうよりもね5万円の方がどれだけ人が喜ぶかっていうのも察せれないやつらの集まりだなっていうことで <laughs> 本当になんか悲しいですけどもね「<laughs> えー、原木恵梨子さんが800円でペットボトル好きが20万人増えて嬉しい」って言うどペットボトルの動画も100万いってんだよ先々週ぐらいか先週か俺人気の動画ってやると一番上にペットボトル投げてるのが出てきちゃうから消そうかなって考えてる。<laughs> うん、やっぱあれやっぱでも人によってはさ「いやーやっぱ頭いいね」っつって「あれ演出でしょうそういう」っていう感じで言ってきてくれるんだけどもうガチガチに切れてますんでねあれは本気でだからもうまあもちろん当たり前じゃないですかとは言っといたけれどもね あのほとんどの人はそんないいようには見てくれないガチで切れてるっていうのバレちゃってるからさあれはほんと消しちゃうけども、うん、消しちゃダメですっていう声もあるけどもまあお前のチャンネルじゃないからな、うん、何をやろうが俺のチャンネルだからな文句は言わさないけど、えー、20万人で銀の盾届くんですかって言ってるけども10万人の次は100万人じゃないか100万人でっていうことだなリエチンさん800円で初見です貧乏なのでこれが最後のスパチャ高木さんに会いたい ヒトさんが500円でノーコメントで、カイ GTR さん500円で初めてのスパチャ。で、モデルハム太郎さんが800円でノーコメントということで、えーね、えー、5万よこせやっつってんのよな、ずーっとな。まあまあまあ、お前らに期待した俺が悪いから、まあこれはもうな、次に行くけども。まあでも100万のね、ペットボトルも100万再生いったってことで、あのー、やっぱあの時と比べると、やっぱ当時はほんと精神状態ギリギリだったからさ、 ああいう感じになったけれどもやっぱり本当に率直に言うと全然出ますよ今後も今後も全然出るよ本当にムカついたら本当にぶち切れていこうと思ってるからさ俺はだからまあなんだろうな切れてるけど実は優しいっていう風に勘違いしてきちゃってる大半の女性視聴者は今すぐ回り右して出てってほしいね全然切れるのがいまだに舐めたコメントしてきたら全然切れるよ本当に。 意図的にキレようと思ってんじゃなくて切れちゃうんだもんそ,れでそんな切れる自分が嫌で嫌で仕方ないから早く100万人とか200万人に行く行ったことでというよりもそこに行くために自分の満足いくだけのプロセスを踏むことで自分に自信をつけて切れない人間になりたいなというふうにまあ坂本がね。<laughs> 言ってたなっていうのはありますけど、えー、今井さんは神さんが800円で今晩5万あったら何買うの買いたいものはないからね玉湯さんも800円かなで猫の下僕が下,下僕さんが4万8800円チャンネル登録者数20万人おめでとうございます仕事中なのでもし気が向いたら後でアーカイブ見ますかっこリアタイで消えてないんで流れ読めてなかったらごめんなさいということで流れがね素晴らしいえー、合格です <laughs> はい、えー、これからね、えー、今までは高木原蹴り辺りをねこうなんかレジェンドかのような扱いしてきましたけど、<laughs> ねこの下僕が、えー、ナンンバーワ視聴者いいうことです、ね、<laughs> はいただちょっとやっぱり細かいところもあるからね、俺は4万8800円ということで、1200円足りてないので、えー、1位の座が座ってられるのは、えー、あと12分。<laughs> 9時、だいたい20分30分ぐらい、20分かなで、一気に、えー、むしろこのタイミングで高額を入れてきたバカとして扱っていくんでね、<laughs> はい、お願いします、椎葉ゲイさんが800円で5万かまそうとしたけど、指が震えてできなかったっていうことですけれども、まあまあ、指が震えたとてできますんでね、えー、何度も諦めずに、諦めない姿勢っていうのが一番大事なんでね、お願いします。 ヒロモンドトールさん、ヒロトが800円で20万人いったんだね、僕の経験人数と同じだ夢も入れてるんですかね、うん。え、ルンパッパさんが5万円が5万と欲しいですねっていうふうに、同意を求められてるんで、うん、仕方ですよね。ガケップちラネいさんが20万人おめでとうございます。知人の会話でう治さんの話題が出てきたときは、動揺しました。有名になったんですね。動揺するのは家族だけにしてほしいけれどもね。 えー、メソさんが、えー、20万にをめると「さすがは口は弁護士心は詐欺師歩く姿は透けこまし」の宇治原さん72歳の方かお前は笑いのテクニックが <laughs> 大海賊団さんが2000円で20万にをめるでございますサマーの人口とほぼ同じの人数ですとてもすごいですピンとこないな、えー、今井さんは神さんが「キレてない宇治さんもいいですね100万人目指して頑張ってください」 まあね頑張ってくださいってお前らに言われたから頑張ってんじゃなくて俺が頑張りてえから頑張ってんだから言われなくてもって話だけどなともくんさんが20万人突破おめでとうございますこれからもご活躍お祈り申し上げますということで、えー、結構です <laughs> 他者の力を使ってどうこうとかそういう話じゃない他者の応援をとかじゃないもう俺一人でなんとかするんで大丈夫です <laughs> えやみちさんが三千二百円で初めましてライブ配信初参加です二十万におめでとうございますめっちゃ聞,き聞かれ飽きたかもしれませんがそのシャツはどこで購入されたんでしょうこれは下北のあの古着屋で購入したかななんかまた最近ツイッターのおすすめみたいなのでフォローしてる人の流れで来るのかわかんないけどなんかメルカリかどっかで俺のね服を見つけたっていう人がいたけどね